いやなんかこれ悲しいな、このセリフ。え？ちょっと怖い、レンタロウ。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、来ました、百科の。今回から新しい展開に期待。おお。学年趣味か？かわいい。マジでいい。はあ、ああ、出会いの予感だね。うん。いや、じゃあなんで置いてきたし。ねえ、君。もうちょろすぎるんだよ、君たちは。あ、来る？いるんじゃないの？ああ、いた。いたよ。いやー、静香ちゃん見るまではな、俺この子を押すつもりだったんだけど、どうかな。うん。どうせ1位。ああ、来た。ビリーン。出会ってしまった。勉強に夢中少女が。この子どうなっちゃうんだろう、これで。いや、てか、音めっちゃ面白いよね、このなんか。祝福みたいな声。あれ？うん。戻っちゃったね。え？本当は行きたいとかそういう心の声あるパターン？あれ？何もないの？もう絶対変わると思った、今。え？ビビーンあったのに。この子、なんてメンタルだよ。どういう、まあ、クール系なのは分かったけどね。けど、これでレンタロウと出会って、勉強おろそかになっちゃうくらいのあれなんのかな。すげえ変わってったらウケるけどね。まあ、けど、まあ、いろんなこの枠考えたらクール系で、このまんまなのかな。いや、あとはどうこっからあれだよね。付き合っていくような形になっていくのかだよね。いやー、どうかな、静香ちゃんの俺衝撃に勝てる子なのかな、この子が。え、てか他の二人もめっちゃ、はかりとかもすげえしな。みんなキャラ立ってんだけどね。カラネとか。いやー、ここの先生もいてね。だから最後があの赤い髪の子か。てかあれなんなの？まだ出てこないけどさ。まさかあれもビビンとは言わないよね。あのヤンキー。いや、こういうのもあんのかな。いやー、ちょっとマジで。さあ、来たね。おー、すごいじゃん。あ、しずちゃん、もうちょっと上かと思ったけど。うん。あ、けどみんなそんな悪くない。いや、高速なでなで。あの子。AI すげえ。AI なの。うん。ああ、AI だ。まんまやんけ。確かに、本当にそんなだったらびっくりだわ。え？ないよね。さすがにそれはないよね。そこまでぶっ飛んでないよね。ロボット出てくるとか。え？それをあの子が作ったとか？あの博士みたいな子。ああ、懐かしい。やったやった。うん。どうなってんのよ。冒険者よ。
うん。うん。人だよね。人ってことでいいんだよね。学校いるしな。うん。え？いや、ダメじゃん、それ。ああ。ああ。無益。おお、効率。いや、何？いや、先生、自分で注意してよ。なんか、レンタロウくんだよりみたいな、形だっけ。あ、やってるやってる。え？うん。なんなの、この子。いやー、この子はこの子で突っ込めるね。いやー、困っちゃうな。おうおうあ、あ、ああ、なんもなしか。君たちもなんもなしなの。口にパクとかすんのかと思いきや。お？見てるね。うん。あ、やるの？おわあなたがやるの？AI さん。おーい。うわあ、もう俺速攻で隣で指切るわ、こんなの。全部切っちゃうよ、俺。こうやって出すわ。まあ、ビビーンって切ってるからだよね。いや、ちょっとこの作画でこれやべえって。いいの。いや、レンタロエッチだよ、それ言うともう。夢じゃねえって。いや、気づけ、気づけ、こら。後ろ大変なことになってるぞ。自分たちもやりたいみたいになんないの？機械こう。ああ、いるじゃん。いや、スタイルもいいね。こうやって見ると。このパターンでずっと来るのか、これから。うん。またいろんなサイズ買ってこようぜ。ああ、非効率的なの。何がベストなの？うん。けどビビーンは？あなた。うん。この子もなんかあれなのか？いや、AI さんだからか。まあね。そこはね。いやいやいや、得られるよ。プライスレス、プライスレス。いやーこれを教えてあげるのか、レンタロウが。うん。うん。いやーちょっと論破してくれ。論破は無理か。行動で。あらー、手ごわーい。手ごわいぞ。ねえ。ビビーンは、したんだろ？あ、変わる。家だとなんか、やっぱあんのか？いや、ないか。まあ、来ててこれなのかな？この子。あは来てる。やっと見れた、こういうところ。いや、これ。ああ、やっぱり、俺が切ってもやってくれないのね。大胆。そういう、いや、面白いな、思考が。いや、恋だよ、愛だよ。
え、あ、落ち着くためにやってんの？何桁いけんだよ。鎮静剤代わり。いやいやいや、円周率、何？え？また、いや意味ないじゃん、終わんないじゃん。いや、怖い。怖いよ。いや、向き合いなよ。もう、こうなったら。あ、付き合った方が効率的。うん。もう、びっくりだね。うん、やっぱり。そっちの方が早いと思ったんだ。自分の気持ちに蹴りをつける。え？うん。ええー、何？いやー、そうやって言うけど、踏ん切りつけられるの？またまた。いやー、ちょっと、レンタル頑張れ。と。うん。うん。よしよし。さあ、レンタル行け。うん。うん。こうなっちゃうの。だから付き合った方がいいんだって、むしろ。あ。ああ。ああ、いいな、なんか今の姿。ああ、受けたんだね。よしよしよし。いやあ、もうない。ないねー。ここ、お台場の観覧車。あ、へえ。ああ、いやー、けど似合う。かわいい。私服つながり。いやいやいや。あ、聞け。いやー、てか、いい、まとめてて。うん。なんか二人ともちょっと服装似てない？ああ。ああ、メリーゴーランド。乗馬訓練機って。ああ。え、不気味。あ、チキだ。ああ。うん。ああ、やばい。やばい、やばい。すーごい辛辣。チェキ会社、ドヨーンだよ。ああ、チーズもわからず。いや、けど可愛いね。お！ああ、驚かない？これならと思ったけど。レンタロウがあれか。お前が驚いちゃうパターンか。もう、まあ、そうだけど。いや、そうなんだけどさ、ビクとかしないの。いや、これでだって本物とか言ったらめちゃくちゃ怖いわ。いや、困る。耳塞いで。だって、本物いたらやばいでしょ、こんなとこに捕まえて。うん。
もうブンブンやればね、三半規管がやばいもんね、バカになるもんね。なんかそうやって冷静に言われると確かに、コーヒーカップって言ったい。やめて。そういう視点はやめて。怖えよ。ああ、迷路。これこそまた戻ったりしてあるじゃん。ええー、いや、面白みがなくなる。あ、いいぞいいぞ。突き当たり。行き止まり。うん。やってらんないね。AI さんにとってもこれ。最大のとか最悪の場所だね。いやいやいや、オートで動くの？おう。だ！ああ。弱点発見。いや、隣行っちゃえ。うん。だよね。よしよしよし。ああ、いいね。いいね、この演出。あ。よし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 。ああ。いや、この子から来てくれる時の嬉しさったらないな。もう、はかりとかならもう簡単だもんね。あ、写真いっぱい撮ったの？うん。レンタローならね。うん。まあ、嬉しい。手ごわ。いや、思い出とかさ。うん。いやー、なんかこれ悲しいな、このセリフ。ちょ、怖い、レンタロウ。あ、何か感じさせたいのかな、ここまでやって。もう消したら終わりだよ、燃やしたら。うわ、え？いや、止めると思う。よし！うわぁ。あとちょっとで燃えるとこだよ。うん。うん。そのために。いや、マジでレンタロ好きだわ。いや、この子もやっぱいいなぁ。あ。いやー、涙に目いかなきゃいけないのに胸に目いっちゃった。あー。いやー、笑えばいいと思うよ。うん。ええやん。ええやん、今回。殺菌して返す。
やべえ。この映像、絶対自負にされる。うん。やった。よしよしよし。いやーけどこれでまた伝えないとね。他の子たちのこと。メンタロック先に言うべきなんだけどね。あ、あ、奪われたよ。積極的。どんな顔してんのかな。嫌なわけない。おかわり。わー、もう一日で。よかった。来た、来たぞ。いや、これ毎回紹介するとき、ビクビクってかドキドキよな。なれ。もう。あなた。あし、もう。後半の子たちはそういう考えになるのかな。出た。恐ろしいよ。いや、ちょっと怖いって。うん。ああ。みんなあれか？シャングリラか。シャングリラフロンティアか。また？おかわり？全員で？おお。いや、遊園地だろ、これは。え？いや、アングル、出た、ほくろ。やべえ。もう代弁者、心の。マジか。いや、絶対やばいじゃん、はかり。はかりが水着界で自分から提案してくるなんて、エロの予感しかしねえ。エロを仕掛けてくる予感しかしねえよ。早く一週間経って。いや、もうだって、AI さんもめっちゃ可愛いんじゃないか。いや、てく、みんな、いや、ちょっと胸出すのとか自信なさそうだよね。パーカーとか着ちゃうかな。カラネは。まあ、この子はワンピース系とかかな。多分ね、俺の予想だと。競泳水着。その手もあるか。いや、この子が競泳水着で、俺何の話してんだろうね。いや、てか、よかった。手ごわかったけど、よかったよ、今回の話。まあ、燃やそうとした時何考えてんのって思ったけど。もう、ウルトラCだよ。あそこに着地点を見つけるとは。しかも自分からキスしてくるっていうね。いやー、結構大胆だよね、この子。口にはチュッパチュッパしちゃうところとかさ。てか、公式のツイッターとかであれだろうな。あの、お手拭きのやつ絶対出てくるだろ、これ。誰かが作る前に自負。面白い。最高。はい、というわけでね、今回の人に対する皆さんの感想だったり、僕の人に対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画部とすごくしました。バイバイ。